私たち栄ガールズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。東海ウォーカースペシャルライブにもね、ご出演いただきました、はい、皆さんありがとうございます。はい、改めて自己紹介をお願いいたします。はい、私たち栄ガールズは名古屋栄から誕生したモデルガールズユニットで、全員が一人一人現役モデルとしても活動してます。そして今年の7月ドコモスマートフォンラウンジ名古屋のオフィシャルコンシェルジュに就任させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにスペシャルコンシェルジュとしてどのような活動をされているんですか？はい、私たち栄ガールズは毎月定期的にトーク&ライブショーを開催させてもらってます。はい、そしてそのライブをしている、ね、はい、スマートフォンラウンジ名古屋で最新のスマホの、うんうん、あとサービスとかも、そう、もう体験できちゃうんですね。そうそうそう、そういった魅力も発信しつつ、そういったイベントも私たちフェイスブックとか、はい、ブログとかも、今だとインスタグラム、ツイッターとか、みんなのこう SNS でどんどん情報を発信してます。そんなドコモスマートフォンラウンジ名古屋の案内人としても活動させていただきます。ではドコモスマートフォンラウンジ名古屋にまつわるクイズをここで出題させていただこうと思います。はい、ではいきますよ。まず第1問目、デルン、デルン、名古屋は栄の地下街にあるドコモスマートフォンラウンジ名古屋は、西暦何年にオープンしましたか？アニバーサリーを何回やるか、あー、ビボン、早押し、いいよ、いいよ、はい、30だから、だから、だから、今2016年、はい、2013年、正解ですか？正解でございます。じゃあ続いての問題いきます。ヒット曲がいつでもどこでも聴ける聴き放題のサービスは、はい、ヒット曲。そして映画、ドラマ、アニメ、音楽など17ジャンル12万作品が見放題のサービスは BTV。 160種以上の人気雑誌が見放題のサービスは D マガジン。この3つのサービスのうち月額400円で楽しめるサービス、はい、来た、はい、Dマガジン、正解。イエーイ、最年少だね。ちなみにちょっと安心されてますけど、抜き打ちで中川さん、はい、D ヒッツは月額いくらですか？500円。本当ですか？はい、本当ですか？本当ですか？500円ですか？あれ DT 500円じゃないの？正解。なんで？合ってます。すいません、ちょっと意地悪しちゃいました。意地悪。それでは最後に皆さんの今後の活動などお知らせがございましたら教えてください。はい、ドコモスマートフォンラウンジ名古屋オフィシャルコンシェルジュとして月1でライブをしています。詳しい情報はね、はい、Facebook で確認していただけると嬉しいです。はい、そして栄ガールズとしては定期的に名古屋 B ムーブメントガールズユニットライブサーキットというライブをしています。10月は10月26日ですね、新栄のハートランドスタジオで行ってますので、ぜひ遊びに来てください。栄ガールズ以外にも名古屋で活動しているシンガーソングライターやユニットの方も参加してくれますので、ぜひ遊びに来てください。その他、あとはブログとかインスタグラム、SNS などもやってるので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。これからも栄ガールズの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。